と、それではこちらの表題について発表させていただきます。と、まずこの研究成果のデモを公開しています。で、まあ、この URL を開いて試してみると自分がどういう研究を行っているのか分かりやすいかなと思います。まず背景を説明します。で、文法誤り訂正とは文章中の文法的な誤りを自動で訂正するタスクのことです。例えば車が買うという文を車を買うという文に直してあげるというようなことをします。このように誤り文を正しい文に変換するシステムを構築することがこのタスクの目的となります。で、こちらのグラフは、ナイスト語用コーパスと呼ばれる、日本語学習者の作文と、それに対する、添削の情報がアノテーションされたコーパスでの、誤りの種類の内訳を表しています。で、まあ、いろんな誤りがあるんですけど助詞が最も、高い割合になっています。で、日本語学習者にとって助詞が最も間違いやすいため助詞に着目して助詞だけを訂正するような研究がこれまで多く行われていました。で、一方で本研究では誤りの種類を限定しない手法を行います。で、先行研究として水元らの研究がありますが、これ以降研究が行われていないという現状があります。で、先行研究ですが、水元らは、統計的機械翻訳を用いて、日本語の文法誤り訂正を行いました。で、この時、ランゲートっていう、サービス上で、言語学習者の作文とネイティブなユーザーが添削した情報を、収集したコーパスを構築してそれを訓練データに使用しました。で、本研究では、ニューラル機械翻訳を用いて、訂正を行います。で、また、先ほど説明したランゲートのコーパスは、まだまだ規模が小さいため疑似誤り訂正を行うことで訓練データの拡張を行います。で、またさらに日本語特有の誤り傾向を考慮した疑似誤り訂正手法を提案して訂正性能の向上を目指します。続きまして、訂正手法を説明します。まず機械翻訳手法についてですが、例えば英語から日本語に翻訳するときを考えたとき、英語と日本語のペアを大量に用意して、翻訳モデルを訓練してあげます。で、英文を入力したら日本語訳が生成されるような、モデルを構築します。で、ここでは、機械翻訳手法に基づいて文法誤り訂正を行います。これは、学習者の作文と添削文のペアを、大量に用意してあげて、翻訳モデルを訓練します。で、誤り文を入力したら訂正文が生成されるような訂正モデルを構築します。訂正モデルについて、もう少し、説明します。今、私は車で買うという入力が与えられたときに、私は車を買うと出力されるような訂正モデルを考えます。訂正モデルとしてニューラル機械翻訳で高い性能を示しているトランスフォーマーというモデルを使用しました。で、今私は車をの、を出力したいときはモデルの中で、全単語の予測確率分布を、まあ、計算してあげて一番高い確率を出力します。で、次の買うという単語を出力するときも、同様にして、分布を計算して高い確率の単語を出力します。で、このときに、右にある売るという単語も、高い確率になっているんですが、私は車を売ると出力しても文法的には問題ない、ことになってしまいます。まあ、しかし誤り訂正では変更が不要な単語は、まあ、なるべくコピーして、そのまま出力したいという気持ちがあるので、コピー機構というものを、組み込むこ
ことで、これに対応します。と先ほどの左の分布に加えて右側のコピー分布っていうのを計算してあげます。これは入力の各単語に対してどれだけコピーしてほしいかを計算して左の分布と右の分布を足し合わせて最終的な出力を決定するようなものです。モデルの図がこちらで、オレンジの部分が通常のトランスフォーマーにあたるところで、それに加えて青のコピー機構をモデルに組み込むことをしました。はい、次に疑似誤り生成手法について説明いたします。機械翻訳のようなモデルの性能を十分に引き出すためには、大規模な訓練データが必要であることが知られています。しかし公式が難しい学習者コーパスは非常に、使える規模が小さいです。そこで疑似誤り生成を行って訓練データの拡張を行います。疑似誤り生成とは正しい文に対してわざと誤りを発生させるようなことです。本研究では3つの手法の比較を行いました。上から順番に説明します。バックトランス手法、1つ目のバックトランス手法では2つのステップに分けて疑似誤り文を生成します。ステップ1では添削文から誤り文を生成するように翻訳モデルを訓練してあげます。これは通常の誤り文から添削文を生成する方向とは逆なので逆翻訳モデルと呼ばれています。でステップ2では、その構築した逆翻訳モデルに正しい文を入力して、わざとノイズを含む文を生成してあげることで疑似誤り文を獲得します。2つ目のダイレクトノイズ手法では正しい文に対して置換、削除、挿入、入れ替えのシンプルな4つの操作を行ってノイズを発生させます。で2つ目のダイレクトノイズでは、ランダムに操作を決定するので、現実的ではないノイズを発生させてしまうという問題があります。そこで、次の3つの日本語の特有の誤り傾向を、取り入れた疑似誤り生成を行いたいと思います。助詞誤りが頻出するということと送り仮名の不足が生じることと文節の順番の違いは文法的な誤りにならないということです。でこれらを取り入れた定範手法では置換では積極的に助詞を置換または助詞に置換するようにします。削除では積極的に助詞を削除するようにしてまた積極的に誤り、送り仮名の、を削除する。挿入では積極的に助詞を挿入するようにして、入れ替えは文節ごとに入れ替えを行うようにしました。その、詳細の操作は、ここに書いてあるんですけど、例えば置換をするときだったら、助詞は 10% で助詞以外だったら 5% の確率で置換を行う。で、他の単語に置換を行うときは 70% の確率で助詞の中から1つ選ぶ。で、それ以外のときは助詞以外の単語から1つ選ぶっていうふうに、助詞かそうでないかで確率を変えてあげて、こういったヒューリスティックな方法で、そのバランスを変化させました。こちらが疑似誤りの例になります。原文に対して、1つ目のバックトランス手法では、文は流暢ですが、フレーズの付け足しが多くてあんまり誤りが含まれないような文になっています。
で2つ目のダイレクトノイズ手法では、すごいデタラメな文ができてしまっていることが分かります。で提案手法の3つ目は、原文の形をあまり崩さずに、かつ誤りを含めていることが分かります。モデルの、訓練方法を説明します。ここでは2つのステップに分けて訓練を行います。で1つステップ1では、先ほど構築した大規模な疑似案外コーパスで、訂正モデルを事前学習プリトレーニングしてあげて、ステップ2ではそのパラメータを引き継いで、小規模な学習者コーパスを訓練してあげます。で実験です。訓練データには合宿集者コーパスとしてランゲートを用いました。で疑似誤りコーパスの元のデータとして BCWJ から、疑似誤りを生成しました。評価データにナイスと合意コーパスを用いました。評価尺度にはプレシジョンリコールと F0.5 っていう、評価尺度を用います。でこの F0.5 は、プレシジョンを重視した F 値のことで、ここに計算式が書いてあるんですけど、分布誤り訂正のタスクではこの F0.5 が一般的に用いられています。この値が高いほど訂正性能が高いと言えます。文の分割ですが、すべて文字単位で分割しました。学習者の作文は漢字よりも、ひらがなを多用する傾向があって、で、ひらがなをこう形態素解析するとよく失敗してしまうので、文字単位で、扱いました。実験結果です。上から説明します。トランスフォーマーモデルに、コピー機構を加えることで、訂正性能が向上しました。また疑似誤りコーパスにで、事前学習を行うことで、性能が向上して、3つの手法の中でも提案手法が一番高い性能を示しました。で、提案手法の性能が先行研究を上回ることを確認しました。はい。で、構築した訂正モデルに、いろいろな誤りを含む文を入力した時の訂正例をここに示します。このページは、成功した例を示しているんですけど、例えば質問を対応するって入力したら、質問に対応するっていうふうに、適切に訂正されています。で、全部は省略しますけど、割と、日本人が見て分かりやすいような間違いが訂正されているなという感じがします。でこちらは、正しく訂正できなかった例を示しています。で例えば一番上の、その以下のサイズに設定は、それ以下というふうに出力してほしいところですけど、それが省かれていて、ただ、以下のサイズに設定っていう風にな文でも、不自然ではない、文になっているので、少し難しいかなって気がします。で2つ目のそのネックレスはいくつですかも、いくらですかと出力したいんですけど、ネックレスが何なのか商品なのかみたいなのを、うまく捉えないと難しいのかなという気がします。はい、まとめです。日本語文法誤り訂正において、ニューラル機械翻訳と、コピー機構を、組み合わせたモデルを用いました。また疑似誤り生成による訓練データ拡張を行って、日本語特有の誤り傾向を考慮した疑似誤り生成手法を提案しました。で結果的に提案手法が先行研究の性能を上回ることを示しました。はい、でも公開しているので、ぜひ試してみてください。以上で終わります。